どうも、まなぶです。今回は内臓脂肪についてお話をしたいと思っております。脂肪と言いますと、とにかくですね、目の敵にして脂肪はなるべく少ない方がいいと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、そういった方にこそぜひ見ていただきたいと思っております。で、先日ツイッターの方で出したクイズなんですけれども、実は脂肪といってもですね、内臓脂肪と皮下脂肪の2種類があるんですね。で、どちらが減りやすいのかということで、正解は内臓脂肪の方が減りやすいということなんですけれども、どういう違いがあるかと言いますと、内臓脂肪というのはですね、その名の通り内臓の周りについている脂肪でして、なのでこれが増えてくるとですね、お腹周りが、内臓の周りが膨らんでくるとお腹周りがポッコリしてくるというのが特徴ですね。ただですね、スーツだとかゆったりした服だとかですね、服装によってちょっと目立たなかったりとか、あるいは、内臓脂肪は多いんだけれども筋肉量が少ないために全体としては普通の体型に見えるというふうな形で目立たない場合もありますので注意が必要なんですね。で、逆に皮下脂肪の方ですね、これはですね、二の腕だとかですね、お尻や太ももにつく脂肪、内臓がないところにもつきますので、ちょっとこれをですね、嫌う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は皮下脂肪というのは、体温の維持だとかですね、それによって免疫力を維持するとかいう役割も担っていますので、ある程度は必要なんですね。これが全然なくなってしまうと、体温が維持できなかったりとかいうことで、それによって免疫力が下がってしまうということがありますので、あまり目の敵にしても良くないのかなと思っております。で、ボディービルダーの方はですね、非常に体脂肪率を下げている方が、風邪をひきやすいみたいな話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それもやっぱりですね、皮下脂肪が少なすぎることによって、免疫力が落ちてしまうということがあるのかなと思っております。で、内臓脂肪の特徴ですね、初めに言ってしまうと、これは男性の方が蓄積しやすいという特徴があります。見ていただいているのは厚生労働省が発表している平成29年度の国民健康栄養調査のデータなんですけれども、今ですね、赤い線で囲んでいるところですね、 BMI が25以上、そして腹囲、お腹周りが90センチ以上の方なんですけれども、女性の場合はですね、50歳以上になってくると、その値が増えてくるんですね。要は女性の場合は50代以上で皮下脂肪型の肥満の方よりも内臓脂肪型の方が多くなるということは、内臓脂肪が意外とですね、50歳未満の方はあまりついてない方が多いという傾向があるんですね。で、一方で男性はと言いますと、実は20代から、ずっと平均して、皮下脂肪型の肥満の方よりも内臓脂肪型の肥満の方が多いということで、同じ肥満だといってもですね、性別によって、かなり違いがあるんですね。なので、女性の方が、若い方、肥満を気にされている方いらっしゃるかもしれませんけども、実は男性の方がですね、20代以上ですでに、肥満によるリスク、内臓脂肪型の肥満の場合はリスクが高いということがありますので、男性の方がですね、ちょっと肥満の意識はしていただいた方がいいのかもしれません。あとはですね、欧米の方よりも日本人の方が内臓脂肪がつきやすいというデータがあるんですね。それによって糖尿病が発症しやすいという傾向もありまして、なぜかというと褐色脂肪細胞という種類の脂肪細胞があるんですけども、それによって体温を維持する働きが、日本人は弱いというようなことが言われているんですね。なので、先ほどお話しした皮下脂肪による体温の維持とも関わってくるんですけども、内臓の方に脂肪が日本人はつきやすいということがあります。はい、それでは、内臓脂肪がたくさんついてしまうとどんなリスクがあるのかということなんですけども、怖い言葉がいっぱい並んでるんですが、糖尿病ですね、このリスクがあります。で、さらに合併症によって、失明だとか命に関わるようなことも起きてしまう怖い、状態になりやすくなります。で、それから動脈硬化によって心筋梗塞や脳梗塞のリスクも上がりますし、高血圧によって脳卒中や心臓病のリスクも上がります。そしてがんや認知症の可能性を高めたり、あとは軽いところに聞こえるかもしれませんけども、肩こり、腰痛、膝の痛みなんかの影響もあったりとか、便秘や頻尿、逆流性食道炎などのリスクも上がってしまいます。ただしですね、内臓脂肪に関しては実は皮下脂肪よりも内臓脂肪の方が減りやすいというデータがあるんですね。イメージ的には内臓脂肪は出し入れしやすい普通預金、銀行の口座に預けていて、日常的に出し入れしやすい普通預金に例えられたりする
に対して皮下脂肪は定期預金に例えられたりします。まあいわゆる満期が来ないと引き出せないということですね。なので内臓脂肪の方が比較的日常的に増えたり減ったりしているということが言えるんですね。であるデータによりますと、減量初期体重を減らそうとしているその始めたすぐの段階で内臓脂肪と皮下脂肪がどれくらい変化しているのかというデータを取ったところ、15日間でですね、皮下脂肪の方は減少率がまあ 10% に届かないぐらい、ほんの少ししか減らないんですけれども、内臓脂肪に関してはどん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 減っていって、まあ、大体10日を過ぎたあたりからちょっと緩やかになってしまうんですけども、皮下脂肪に比べるとかなり効率よく内臓脂肪が落ちるということが分かっています。なので、例えば肥満の状態から改善しようだとか、あるいはダイエットをしようということで脂肪を減らそうって思った時に、まずはじゃあ頑張って運動しようとかいうことで皮下脂肪を減らそうと思われている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、皮下脂肪をなかなか減らない上に運動を例えばですね、たくさん走ったりするのは急に始めるのは大変だってこともありますし、あと、体重が重い方が急に激しい運動をしたりすると、まあ、膝を痛めたりだとかいろんな怪我につながる可能性もありますので、実は、内臓脂肪を減らすことに注目していただいて、まあ、食事をちょっと減らすとか、食事の内容とか食事の仕方を変えていくということの方が実は効果があるということが言えると思います。はい、で今日のまとめですけれども、日本人は内臓脂肪がつきやすい、特に男性と書かせてもらいました。まあ、欧米の方に比べると内臓脂肪がつきやすく、かつ女性の方は50代を超えたぐらいから内臓脂肪型の肥満が増えてくるに対して、男性の方はですね、20代の段階ですでに内臓脂肪型の肥満という割合が高いので、かなり意識して内臓脂肪がつきすぎないような食生活、生活スタイルに変えていただく方がいいかなと思います。タニタ公式 YouTube チャンネルでは皆様が健康的に楽しく過ごせるための情報をお届けしていきます。この動画が参考になったよ、役に立ったよと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。そしてタニタ公式 YouTube のチャンネル登録と更新を見逃さないように通知のオンの設定をぜひお願いいたします。タニタ公式 YouTube ではですね、 Twitter アカウントも持っておりまして、動画の更新情報などを発信しておりますので、そちらのツイッターの方でリツイートやいいねをしていただいてもとっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。